気持ちいいよ、風が。うわぁ、気持ちいいね。気持ちいいわ、これは。あ、いや、皆さん、宝山、侮ってはいけないですよ。これ気持ちいいっすね。すごい、里山が全部バーッと見える。里が見えて、向こうの方にほら、山沿いのね、道が見えて。これ、ええわ。こんにちは、サコさんです。賑やかでしょ。はい、今日5月の4日、木曜日ですね。今日は京都の福知山の、宝山という300数十メートルの低山にやってきました。うちのところから2時間半ぐらいかけてまさかの 300m の低山に来るっていう、また面白いことしてるんですけど、今日の山でちょっと抑えたかった理由がありまして、まあ、福知山の京都の低山の中で京都で唯一の火山、噴火の火山ですね、火山でできた山なんですね。もともとは宝山っていうんですけども、そこからちょっと歴史は調べきってないですけども、宝山っていう名前で今表記されてるみたいですね。ほとんどハイキングコースで、お散歩されてる方もいらっしゃったりですね、大人の人だったら30分程度で登れる小さな山なんですけども、まあちょっとそういった歴史のある山なので、ちょっとしっかりと動画に収めてみたいなともやってきました。見えるかな。いた。はい、遅れました。はい、絶景です。今ちょっとお守りしてもらってます。あとうちの子ですね。よいしょ、見えるかな。よいしょ、今日頑張ろうね。絶景さんも改めてよろしくお願いします。じゃあ行ってこうか。じゃあもう今日はラフーンに行きますので、宝山行ってきます。今回登る山は京都福知山市にある京都で唯一の火山、宝山です。約38万年前に3度の噴火があったとされるこの宝山は、現在ハイキングコースとして整備されていて、時期やタイミングによって紅葉や雲海といった自然を手軽に楽しむことのできるコースです。他にもお地蔵様の88箇所巡りもあるので、いろいろな楽しみ方ができ、危険箇所もなく地質が柔らかい場所も多いので、小さな子供でも安心して登れるコースでした。はい、では改めてですね、駐車場無料で出てます宝山公園でー、はい、そのまままた奇跡辿っていただければですけどもね、行ってきます。行く。さあ、登り出しですけども、整備がしっかりされて、あ、気持ちいい道や、いいな、気持ちいいわ、気持ちいい。子供にはもうちょうどいいうってつけですね。入り口に東屋ありますね。看板もある、ハイキングコースもちゃんと載ってます。めちゃくちゃわかりやすい。行くー。はい、加工跡とかには宝山公園ですね。ビューポイントもあるみたいです。なんかいろいろ道取れますね、これ。おトイレもあり、おトイレあり、休憩ポイントもあり、楽しく歩けますね。行く。はい、では入り口からいきなり階段です。高いな。階段や。慣れましたよ。さあ行くか、行きましょう。はい、今日はしたらブレたら言っといて、俺必要だから。
分岐が右と左と分かれてますが、こちらどちらでもハイキングコース山頂に目指してますが、僕らは左に行きます。ママパパ行くよ。はい、福知山からちょっと土地感がまたここ全くないんですけども、自然に囲まれてる場所なのですぐに山々見えますね。ここまだビューポイントじゃないんですけど十分綺麗です。本当に京都市内で言ったら並びが丘とかそういう感じの感覚の山に近いんでしょうけども、こっちの方が整備されてすごい気持ちいい、まあ、どっちもいい味があるんですけども、いいですね。すごい気持ちいいですね。ファミリーで行くにはすごい楽しくて自然でしっかり楽しめると思います。はい、こういうの俺ごら取れへんね。パパしているサコさん、お茶を出すためにね、皆さんパパしてるでしょ。また今日もなんかお気に入りのチューリップハットですけどね。どうですか、美味しいですか。美味しいですか。あ、すごいのもね。お、喉乾いた。はい、分岐ごとにですね、今のところ全てちゃんと案内板が出ています。もう完全にもう整備行き届いた、すごい綺麗な山ですね。僕らはここ今正面がですね66番から62番って書いてるんです、こっち側がね。でこっちに67番って書いてるんですけども、右の方に進んでいきます。まあもうごめんなさい、もう本当に来る機会があった方はどっからでも行けますけどもね、62番方面右に行きます。山頂行くよ。実際そうっすね、うん、2つを見比べてないでしょ。そう結構ね、斜面きついんですよ実は。意外に頑張れ。お地蔵さんがね60何個あるんかな。だからこれ今65番って書いてますね。お地蔵さん巡りするのもいいかもしれませんね。はい、そのまま上がると天本像になるみたいです。行く絶景す食べられる？ゼッケンさんに食べられる？ドン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 。食べられた？うん。はい、そこそこの坂登ってったらまたいきなり階段出てくる。大変。はい、坂登り切ったら、整備されてクイッと上がって階段休憩所兼展望台ですね。うわー、気持ちいいわこれは。あ、いや皆さん宝山侮ってはいけないですよ。これ気持ちいいっすね。すごい、里山が全部バーッと見える。これええわ。そうですよね、これ里山っていう。里山で里が見える、福知山の里が見えるやろ。もうちょっと大きくなったらさ、みんなで富士山行くな。富士山行く、うん、頑張ろうな。あれが下に見えてる、あれが単語テスト、あの線路のとこですね。あー、風も気持ちいい。あれだけ乗りに来る人が多いんですよ。へえー、そうなんですね。あそこ、あそこがスタート。いや、スタートではないです。あれでもその向こう、そうだね、多分そうですよね。あれ、あそこ単語ってあそこがスタートでずっと行きますね。へえ、気持ちいいな。あれもいいっすよ。よくあのたまに誰か出してる人いてましたね、 YouTube で単語。あんたも電車好きやもんな。今度な、大きくなったらすごい、展望台からですね、またの分岐があるんですが、もう今回はまああの違うんですよ。何が違うんやろ。あのずーっとこのコースがもう逐一出てるので、あの自由に本当に撮ってもらっていいと思います。はい、そうですね、ジョギングコース、トレーニングもちょうどいいと思う、ここ本当に。あ、はい、そうですね、長尾山とかあの辺ですね。山や、
らはこのまま山頂を目指すんで上に上がっていきますが、もう見てる限り今のところずっと綺麗なコースです。行く。ママ行けないけど、パパや。はい、まあ、子供らとゼッケンさんと楽しく話してるからこそもあるんでしょうけども、あっちゅう間にもう山頂ですね。早かったっすね。そんまやほんまや、リアルトンと死んでもつくっていう。でも本当にこの山はこの山でですね、いいですね。やっぱり里山感すごい出てますし、でも整備されてるし、怪我、子供でも怪我せえへんね。そうですね、お子さん連れのまたこれもファミリー山に、お、山頂着いたらお菓子食べようね。はい、じゃあ山頂プレート探します。ここが山頂なはずです。はい、ではあ、前通ってごめんなさい。宝山349メートル、ね、山頂到着。あ、あ、よし、おっとしょ、せーの、はい、これタッチー、せーの、タッチ、はい、到着、やったーわ、やったー、やったはい、ということで改めて山頂です。はい、では改めまして今山頂をついております宝山ですね。宝ヶ池違う、わざわざ渋滞使って正確に4時間かかってきましたからね。いや、正確には4時間半ぐらいですかね、マジでね。4時間半かけて30分の山登り行きました。でもその山も結構な時間かけてますね。42分楽しい、いい山や。でもこれは普通に大人が登ったら多分10分ぐらいちゃいます。10分ぐらいですね、リアル10分ぐらいですね。激しいよ、まあまあわざわざ遠くまで来ましたけど、ここがね、京都で唯一の火山、ですね。すごいですね、ほんまにね。いろいろ見てたら88巡りもありますし、88箇所巡りか、ハイキングコースも全部回りますし、いろんな遊び方ができますね。はい、展望はここにはないんですけど、さっきの展望がもう十分にもう綺麗なので、そこは楽しんで、ゆっくりこの回って周回して戻ってくることができますので、この後もですね散策しながら帰ろうと思います。はい、ではちょっとお菓子タイムします。やめてはい、ね、帰りの道もね、帰りっていうか周回の道もね、めちゃくちゃ綺麗やな。一周通してすっごいのんびり綺麗に楽しくリラックスして歩けます。はい、こっち行きたくなりますよね、断然できる。それで逆に走るわね、これトレーニング。そう、絶対もちろんこれ折り道ももう綺麗な、これでも本当に何やろ、まあ、いつもどの山でも綺麗やいてるけど、いいなここでね。そういう地質なんかわからないですけども、ふかふかなんですよね。ゼケンさんめっちゃふかふかですよね、ここ。途中取っとけよかった、なんかもうクッションみたいにもうグニュグニュってなるところもあって、ポンポン山よりふかふかよ。そうっすね、ポンポンは言わへんけどね、ポンポンまでは言わんかったけど、本当にそれがその火山帯の山やからっていう理由なのかわかりませんけども、すごい足にも優しい道ですね。めちゃくちゃ柔らかい、いい意味での柔らかさですね。言うたらね、昔の田舎の家の下の使い石が取れて床がうにゅうにゅうって切れたっていう感じだね。わかりやすさ、あんな感じ。本当にすごいわこれ、うん、はい、じゃそのままですね、ぐるっと回っていく。うわー、やってもうったんすよ。宝山噴火口跡地超えたんですよ。ね、さっき僕らがめちゃくちゃふかふかする場所だったんですよって言ってたところがボンってへこんだんですよね。多分あれっすね、多分それかわからへんけど、まあ、一番高い台のとこにあって広くてへこんでるんだ、そこっすね。全然戻れる距離なんやけど、もうなんかいいやってなってるんで行かないですけど、さんだって連続して3台ぐらいおったでしょ、あっこ。あった、うん、かもしれんね。だってお嬢さんって何かを待ち受けるかなんかやからいうので、あーそっか、わからないですよ、それは全然。すいません、間違ったら突っ込まないからさね、僕知らないんで。でも、もしもこれきっかけに行かれる方いたら、よかったらまた教えてください。でもそうなんです、やっぱそういうことですよ。火口の跡地ここ噴火してあるんですよね昔。
だからやっぱり柔らかいんや。積もってる感じなんやろうな多分。だから年々その噴火したところから上からなんか落ちてきた草とか土とか積もって低圧油って押さえつけてないって自然な積もりやからムニムニしてんだもん。それかもしらん。いやだって異様に沈みましたもんね床が。石の感覚ないんですよ。なかった。これムニムニのめっちゃ柔らかかったもん。子供が砂場とか土で上にこうゆっくりして山作ってる感じやもんね言うたら。ああそれ例えがそれ、うん、で年々人が歩くからちょっとずつは踏まれてるけどもみたいな。そう本当に沈むんです。いやすごい。皆さん改めて京都で唯一の火山の山なんで、来れる方いたら、まあ、2時間ええ時間しますけどね。でもゴールデンウィークだけ避けてもらったら。そうですね、はい、一番は平日です。平日はい。息子くん行くか。ああすごいな。まあまあでも短い山ですけどもいっぱい楽しさ詰まってますね。来てよかったって思いました。ほんまに引き続きじゃあ下山ですが進んでいきます。多分20分切りそう。はい、ではお疲れ様でした。さっきの階段戻ってきました。山頂行って戻りでトータルが撮影した状態で1時間20分ぐらいだかな。ゴール。息子くんドーナツ食べようか。ゴールゴール。じゃあ閉めようか。はい、では改めてお疲れ様でした。息子くんお疲れ様でした。息子くんお疲れ様でした。お疲れ様。今だドーナツないよ。はい、お疲れ様でした。はい、改めてですけども、まあ本当に気持ちよくて楽しかったですよの一言につきますね。たまにはこういうのも、でも楽しかったですね。危なくないっすよね。うん。楽しく、ずーっと楽しく話して、本当に散歩レベルなんですけども、たまにはこういうのがすごいいいなって思いました。何よりほんであそこの下の駐車場、止めた方がいいから10台ぐらい止めれますよね、車に。うん、そうですね。広いし、無料やし。ふかふかやし、子供お子さんがこけてもね、そんな怪我するようなとこないし、で僕らがよく言ってるダイモンズとかみたいに横の右に崖みたいにもなってるとこ一切ないんで、まあ本当に安全ですね。うん、危険箇所がもう本当に見当たるところがない状態のふかふかな道だったので、改めて機会があったらぜひぜひ来てみてください。はい、ではまあ次の山はですね、絶景さん企画で、はい、もう僕はもういたせりつくせりでも楽しみしてますので、ぜひ。あ、ごめんなさい、サコさん。次回はちょっと僕の方の企画なんで、もう京都の山はサコさんに任せるんで、ちょっと違う京都から出たまた特別版みたいになるんで、お楽しみいただければ。はい、僕も楽しみにしてます。はい。では改めまして、京都福知山の宝山でした、はい、ではまた次の山でお会いしましょう、バイバーイ。はい、エンディングのおまけ。なんか帰りにこういう散策だったね。ちょっと覗いてみる。行く。わあ、綺麗な、こうなんかずっと奥まで行けるみたいですね。ちょっとだけ散策してみまーす。行く。へえ、気持ちいいな。こんなとこはね、公園に近いですけども、宝山の道中手前行きますか。ずーっとここも散策路続いてますね。へえ、すごいな。なんか公園になってる。なんか男性の方とすれ違って、普通の公園、散策公園みたいですね。ただの展望台があって綺麗みたいですよ。いいんです。あ、楽しみ。ちょっとじゃあそのまま展望台まで行ってみます。わあすごい、上がね広場になってて池があったり、めっちゃ遊びますね。あ、いいな。一日で遊べますね、いろんなところで。すごい、こちらも無料です。駐車場も無料のところがあるので、
まあ、宝山行ってここの公園で遊んでもいいですし。落ちるよ、気づけてよ。広間あるね、ボールとか持ってってもいいし、レジャー持ってってもいいし、いいですねここ。はい、まあこんなところでですね、福知山のこの付近はいろいろ遊べるところもありますので、まあ最後のおまけ動画でした。バイバーイ。